そう、昨日の公演、皆さんどうでしたか？ルンルンルン。ふんてやこねて基礎と跳ね。え、どうなんだろう。でも最近なんか髪の毛長くなってきたから、そんなにはしてないです。しっかり見ました。ありがとう。そう、照明買ったんですよ私、やっと。みんな使ってて羨ましくて買っちゃいました。そう、なんかせっかくだから皆さんに来てほしかったんですけど、配信ってなってたのでたくさんカメラ目線できたかなって思うんですけど、どうでしたかね。え、待って、新しいクラッカー、ありがとう。西さん、ありがとう。あ、セーターティーってバレてる。見て、生誕ティー来ちゃった。イエーイ。ほら、あんま見えないね、思ったより見えない。そう、なんかいつも部屋暗くてあれだったんだけど、リングライト、ピンク似合うって、やった。今日ピンク着るからめっちゃチーク濃くしたけど、この色のライトだからチーク全然映らん。リーダーありがとう。そう、でもなんか結構かっこいい曲が多くて、セットリストを見てこう映像を見た時に、できるかなって思って、そう、俺らからスタートするんですけど、俺らからも迫力すごすぎて、こんなん私にできるかなって思ってて、そう、なんか本番迎えられるか心配でずっと。ケンケンハートありがとう。カフェオレかわいい、ありがとう。そう、なんかねえ、だんだん本番近づくにつれてちょっとやばいやばいやばいみたいになってきて、めっちゃ体力必要なんですよね、あの公演は。そう、でもやったことない曲とかも多くて、多いっていうかほとんどがそうだったんですけど、そう、まさか Don't Look Back が入ってるとはちょっと思わなくて。でも一番最初に覚えた曲が Don't Look Back で、カズくん、ハットありがとう。ちょっと待ってね、あのちょっと足が痛いのでクッション置きます。まだね、表情はちょっと研究中ですね、研究を重ねています。この曲はどういう顔にしようって決めてから出た。うお、え、びっくりした。カリコ、お猿ありがとう。そう、なんかどんな顔しようって決めてたんですけど、やっぱ本番になるとファッて飛んじゃって。そうなんですよ。シマットにお花ありがとう。全然ね、配信できなくて。あこちゃん、ハートありがとう。母校や帰りが一番難しかったですね、曲の中で。そう、皆さん多分何でしたっけ、 Don't Look Back とかそういう曲の方が難しいんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、私的に母校や帰りが一番難しかった。カリコ、なんだろうこれ、ありがとう。新しく増えてる、どんどん。ユンギョンさん、ハートありがとう。私そう、あの母校へ帰れのあの最後の方にチッ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 ってなんかちょっとプリプリするなんですよ、感想、2番感想で、もう最後の方なんですけど、
ずっとそれができなくて、初日迎える1週間前もなんか危うかったりとかして、わっ久々だ、なんだっけリングボールみたいなやつ、ありがとうございます、ライトアイさん。あ、48タイムズさんありがとうございました。わ、嬉しい、ありがとうございます。見てくださってるんですかね、編集部で話題でしたって、ありがとうございます、嬉しい。ミラーボール、ミラーボールだ、間違えた。そう、何でしたっけ、あ、そう、母校へ帰れの2番感想なんですけど、そのところがずっとできなくて、もうずっとなんかもう1時間以上それをずーっとやってて、もう頭おかしくなるんじゃないかと思ってびっくりしてたこんな覚えられないもんなのかと思って、すごい焦りましたね。そう、でもやっぱ他のコンサートとかより全然やっぱどん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 経験積んでいってるので、なんかウィルビーアイドル公演とかの時のこう何ですか積み重ねでだんだん覚えるのも早くなってって、いつもよりは余裕ができたなって感じましたできてるって言われたのはなんかなんかちょいちょい曲一曲ずつなんかいろいろここが違うここが違うみたいなのがあって、なんか前日になんかちゃんとなんだ V 見て自分で気づけるようになってねって言われて、そっからもうふん夜中まで練習して、次の日のレッスン行ったらレイさんができてるって言ってくれて、もうキラーってなりました、嬉しいってなって、素直にめっちゃ嬉しくて、なんかなかなかできてるとか言われることなかったので、私はダンスが下手くそなのでだからめっちゃ嬉しくて本当に泣きそうになりました。そう、結構あの期間はきつかったですね。なんか覚えることがきついっていうよりかはやっぱりなんか揃えることとか何かしらちょっと早かったりとかする部分とかもあったり、そう、レイさんからの言葉は本当に嬉しかった。そう、若ぽんさんとかもなんか私がその間違えてたらっていうかできてなくって、なんかそのあんまりすぐ聞かないで自分でどこ間違えてんだろうってこうやってずっとなんか確認しちゃうんですよ一回なんですけど、若ぽんさんはめちゃくちゃそれに気づいてこう横に来てくれて教えてくださるんですよ。めちゃくちゃ優しくて、メイク中とかもなんかめっちゃいろいろ褒めてくれたりいろんな話してくれるので、もうなんか最高って感じです語彙力なくて草おいでって言われたので、あーテロップに釣られてきちゃったみたいな。そう、アイス美味しかったですごちそうさまでした。そうですね、褒められて伸びますね多分。結構でも逆になんだろう、注意された方が火つくかなって感じはします。結構負けず嫌いなのでなんかできてないって言われたらなんかその瞬間はえってなるんですけど、でもあ頑張ろうって思えるきっかけになりますし、今回はでも本当に振り入れとかも全部自分でやって間に合うように
先輩たちに迷惑かけないようにって思ったらめちゃくちゃなんかちょっと間違えちゃったりとかしてあれだったんですけど、あ、ギフトギフト読んでないかった、ちょっと待ってね。カルちゃんハートありがとう、あ、間違えた間違えた、リュウジハートありがとう、あきくんハートありがとう。そう、自主練期間めちゃくちゃ長かったですね。でもなんか今回の公演を終えてからなんかいろんな公演出たいなって思いました。抹茶ハートありがとう、あ、カリコお城ありがとう、全然お城じゃなかった、ちょっと待ってね、よいしょ、カリコいつも来てくれてありがとう。待って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 、コメントが読めないぞ。そう、ちょっと自信につながったかなと。キンキンクラックありがとう。そう、告白の空砲公演とかもねすごい出たいなって思いましたね。欲望ものはちょっと難しそうだけど、私でもいつもその始まる前のオーバーチャでめちゃくちゃ緊張するし、ずっと足ブルブル震えてるレベルなんですけど、でも今回はなんかその日にゲネとリハがあって、もうここまで来たらできるでしょっていうなんか何ですか、自信みたいのがあったので、そこまで好きなんていうんですか、緊張はしなかったんですけど、そう、でもその他のグループでもアンダーとして出させていただけたらなって思いましたね。フロンティアだけじゃなくて、そう、いろんな、え、めっちゃサインうまいんだけど、どうしよう、今回めっちゃうまい、え、本当にショールーム配信めちゃくちゃ久しぶり、よし、カリコさんめっちゃうまくない？え、うますぎん？ありがとう、タワーキラン、え、めちゃくちゃうまくない？え、そうなんです、私ミックスジュースが今一番出たいなと思って、妄想ガールフレンドがしたくて、そう、たくましくなったね、パパかな。カリコ、クロムありがとう、アキくんハタありがとう、リーダーパチパチありがとう。ココナさん、確かにココナさんいるからっていう理由もあるんですけど、あのアンコール曲がやっぱり私たちはパイオニアで結構かっこよく決める感じで、こう全体的に曲を見てもあの かっこいい曲がめちゃくちゃ多いじゃないですか、今回の公演は気合根性感謝ということで、だからのニャンニャンみたいな可愛い曲もやりたいなって思って、そう、アンコール衣装もねめっちゃフリフリだし可愛いし、新たにいろいろね出てみたいなと思って、ニャーって言ってほしいって、みんな優しいな。そう、モンスターフェンダーめちゃくちゃ踊ってみたかったんで、ずっとあの何ですか、10周年とかの時にユニットで会ったんですけど、私は出れなかったんで、そう、ぜひね踊ってみたいなって思って、ちょっと覚えてるスマスマも。あー、確か、道頓堀確かに関西弁大阪弁だったので、何落ち込んどんねんってとかあって、どんな感じに言おうと思って、歌おうか、難しい歌詞だなと思って、そうですね、アンコールはみんなで決めました。どうですか皆さん、パイオニア、やっぱあの F の文字がもう一回見たいって方がすごく多くて、ブログのコメントとか見てても F の文字が
恋しいとか F の文字また見たいですって言ってる方がいてと思って、結構あれなんですかね皆さん。たるきちはたありがとう。でもパイオニアはめちゃくちゃ虹の作り方もすごい、なんだろう、思い出深いんですけど、うん、 F の文字作って一体感があって自分たちに合うこの歌詞でパイオニアができてるので、なんか迷ったんですよね、みんな結構半分半分ぐらいで。そう、でも気合根性感謝というね題があるので、やっぱ虹よりもパイオニアかなっていう。ちょっとアンクール1曲目は各チームそれぞれ違うんですよね。新しい取り組みで NNB がドローン撮影をされていて、今 YouTube に上がってるんですけど、すごいですよねあれ。なんかブンブン言っててもうすごいと思ってね、私ももう何回も見ました。そう、妄想ガールフレンドで見てたんで、すごいと思って。カルちゃんクラッカーありがとう。でもまだパンチがちょっと全然弱いって言われてるので、もっと緊急しないとなと思って、ナンバトルの時のが強かったんじゃないかなって自分でもちょっと思って、ちょっと反省ですね。マイティが F をインにしてやろうかと。ちょっとそんなことしないでよ。ちょっと F 作れて幸せとか言ってたくせに公演終わった後にドローンを撮影のために撮ったんですけど、もう体力なくて腕がパンパンでやばかったです。レッスン中もう私湿布だらけで、湿布くさみたいななってました。腕とかやばくて。そう、そう、でもなんか男子の先生もなんか褒めてんのか褒めてないのかわからないんですけど、でも褒め言葉とは言ってくれたんですけど、なんかその期待よりも期待を超えてきたって言ってくれて、そのひどくなかったみたいな、なんかその捉え方によってはあれなんですけど、そう、もっとひどいと思ってたとか言われて、あ、期待値をこう超えれたのかなって自分でも思って嬉しかったですそう、でも自分的にはまだまだだなって思いますし、やっぱ初めがウィンクさんだったんで迫力は忘れられないですね、られないんですねでも私の公演の中でやっぱ印象に残ってると言ったら、結構なんかフロンティアってなんだろう、前髪全然切ってないですよなんだろう、なんか掛け声とかあんまり大きいイメージとか全然なかったんですけど、こう公演中にやっぱスタミナがだんだん切れてくる頃に、未来さんとかミオンさんとかがなんかいろいろ声大きくでっかい、なんか聞こえたかな、配信だとわからないんですけど、すごい大きい声でみんなをこう勇気づけてくれてて、なんかそういうのすごいいいなって思って、あ、聞こえてた、そう、いろいろね、あの母校前とかもたくさんそう声かけてて、トゥルーパーパスとかでもずっと未来さんがなんか目合わせてくれたり、あ、母校だ、母校で目合わせてくれたりしてて、なんかそういうのいいなと思って、やっぱ目合うってすごいいいですよねリュウジ音符ありがとう。疲れてないですよ、今日はゆっくりしててました。買い物にも行きました。ご飯が何もなかったので食料調達に行きました。
うののちちも元気だったって、ありがとう、嬉しい。そうやっぱ楽しんでるのが一番ですよね。誰ですか私は。宿題終わったんですよ、やったー。もう今さっきまでずっとクッてクッククッて、そうそう、たくさんね、7人から8人、そうですね。でもマイティがこうめちゃくちゃ馴染んでて全然違和感なかったですね。小山さん、くまさん、ありがとう。ココナさんのファンかな。話し会ね、話し会の服装がもう一個発表しようかなと思ってて、どうしようと迷ってます。あの終わる前くらいに発表しようかなって思ってます。もう一個だけ、なんかだん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 こう言っていこうかなと思って、一個はモバメ限定で言おうかなと思って、そうまだね一日はあの一枠が未定で、ちょどうしようと思ってその日の服装が決まってなくて、また新しく買おうかなと思ってたりいろいろしてるんですけど、お話し会で始めまして、おお待ってます、ありがとう。そうみんななんか出してるからそろそろ出していこうかなって思ってるんですけど、なんかあのなんか一気に出したくないっていうこの感じがありまして、カフェオレお疲れ、ありがとう。ファンの方もね服全然教えてくださいね。フロンティアのお話し会もうすぐですね、16日だっけ。あ全然宣伝していただいて大丈夫です。また次のブログとかで書くので、今日はショールームでこう見てくださってる方が先に知れるみたいな感じです。全然ショールーム限定とかではないんですけど、あのそうですね。そうですね、そうね、発表そろそろねだんだん出していこうと思ってるんで待っててください。ちょっとまだねすごい迷ってて、この日程でこれでいいかなってちょっとあの先のことすぎて考えられなくて、ちょっとめちゃくちゃごめんなさい。あのそう優柔不断なんで、ちょっと何にしようかなと思って。このお猿さんかわいい、ライト、アイさん、ありがとう。そうなんだ、フロンティアメンバー初めて。でもそういう方もいらっしゃいますよね。グループの話しか分かんないですよ、服装まだ何も聞いてないですね。1ヶ月後なんてうはうはだ、楽しみってことか、楽しみにしててね。いやーやっと話せますね。でも皆さん、小田さんがリハに2人で落ち込んだとか、そうリハ中にもうやばいとか言ってずっと2人で落ち込んでた。全然リハはかどらなくて。何話して、あ確かにね、そうですね、初めましてになるので、皆さんその他のメンバーさんとか、でもありがたいことに4部制なんでたくさん話せますね。7対ファン1人、あそうなんですか、1人
人が7人話すんかと思って、1人が7人ってどういうこと？ちょっとよく分かってないんですけど。ペコちゃん、たるきちありがとう。そう、なかなかねこの期間ショールームなかなかできんくて、そう、みんなもしてたんかな、もうショールーム自体を開くのが久々すぎて操作さっき間違えたかなと思って今から早すぎやろ一気に7人で喋ったらもう何喋ってるかわからんくなるしまったに、アイスありがとう。そう、結構モバメの返信とかでも、そう、ショールーム待ってるねって来てて、そう、早くしようって思ってましたってたって。いやー、オンライン話し会初めて。そうなんだ、結構一人ずつ、あ、やっぱそうなんや声かぶってそりゃそうだわ確かにそう、もうねちょっとねコンサートに向けて何の曲があるかわかんないけど、なんかいろんな曲練習しとこうと思って、ちょっとそんなこと毎回言ってるんですけどね。あこちゃん、ハートありがとう。おはようとかないです。おはよう。ちっちっちって感じですか？そんな毎回言ってるけど。ね、コンサート有観客でやりたいですね、ぜひ。コンサート無観客っていうのはやったことないのでどんな感じかわからないんですけど、絶対寂しいんでちょっと嫌ですね。ねえ、もう結構お店とかね開いてなかったりして寂しいって思って。シオンが私のこと言ってた、なんだろう、 MC？ あ、母校へ帰るかな、もっちゃんよりぴょんぴょんしてるんで若いんでみたいなこと言ってましたね。ちょっとあの若さとか、あの全然、あの17歳なんでまだまだ若いのでいや私本当にジャンプとか元気さとか明るさとか笑顔は本当に誰にも負けたくないんで負けたくないなって思いますね、まあ、若さは負けちゃうんですけど、全然あの明るさとか元気に、なんかそう画面で伝わるかわからないんですけど、私自身はめちゃくちゃ楽しんでやってるんで、あの伝わったらいいな。そう、まあ自分が楽しんでればきっと伝わるかなって。最初の頃やっぱ緊張がやばすぎて、ウルビーアイドル公演の最初とかは、そうだけど、そうね、あのやっぱ緊張してる時より自然な笑顔してる時の方が一番楽しそうやし、そう、みんなもね、あのダンスしたくなるような笑顔を届けられたらなって思ってますね。何の話え、本当にこの公演は劇場で見てほしいですね。負けない宣言されましたけど、私も負けません仲いいからこそのなんかそういうのあっていいですねいいですねって私が言うあれなんですか、けどそう、お互い高め合えるような仲間だと思っているので、若いけどしっかりしてるんでね、全然私よりしっかりしてます
早く劇場来てほしいな。なんかあそういえばそうあの大阪魂ハッシュタグ大阪魂的なやつでツイートされたなんかその写真とか応援コメントとかがあって、そこに私のに似顔絵となんだっけな笑顔って書いてあったかな、そう自分のやつを見つけてリハの時になんかめっちゃ元気出て、あこんな少ない席の中に自分がいて嬉しかった。そうハッシュタグねんでビフォーテッド大阪魂ですね。宮山さんファイトありがとう。そうですね野原しんのすけのすけ誰もありがとう初見です、いらっしゃい、やっほー足が痛いよ、めちゃくちゃ筋肉痛治らんくて見て昨日公演の合間にアイカが買ってきてくれました、ちゃんとお金払ってねって言われて払いましたアイカ優しいからな、これと炭酸買ってきてくれました。アイピのアンコールめっちゃ良かったですね、なんかうますぎんあのトーク、これめっちゃ美味しいですよね、初めて見たマジで、梅めっちゃ美味しい、あ私が買いましたでも買ってくれませんめっちゃ美味しいですこれね、すごいよね、もう8割芸人はやばいすごいよね、なんかもうそのゲネ終わってこう一番緊張してるタイミングとかでもあの何ですか愛花といろんな話して緊張を和らいでましたね、そうでも愛花がメイク行っちゃったから一人で練習してました、アイピすごいいいよね、私も好きですね、今更だけどオレンジライトのが漏れるんかな、このライト白だとあめっちゃ暗くない、いきます、あどれがいいですか、これはちょっとなしだな、あなんでこんな家暗いんだろう、白のがいいってこれ？待ってめっちゃ明るい、見れない、ちょっと一個下げよう わあみんな白って言ってる、私オレンジが一番漏れると思ってた、キャーン、マジで？こんくらい？こんくらいじゃない？え、リングライトマジ眩しいからこれでいこう、あ、フォーティエイトタイムズさんの記事、あ、なんか動画出てるらしいんでぜひチェックしてください、変な喋ってる、変なこと喋ってるけど気にしないでください、そう、電子版の新聞ですかね、そうスタッフさんがめっちゃ優しくて、サボンのあの何でしたっけ入浴剤くださって、そうチェキ取ってくださる時にそうお披露目からめっちゃ可愛いと思ってましたって言ってくれて、嬉しすぎてもうニヤニヤしちゃって、そのチェキ多分可愛くないですB
ビリヤード、そうビリヤードで写真撮っていいよって言われて撮っちゃいました。きくんはたありがとう。ほっちゃん、くまさんありがとう。ポンポン、そう皆さん優しかったんでね。え、リングライト私が買ったのめっちゃ安くて、あの900円くらいで買いました。お金の話すると怒られる。お、プレゼント始め、そうですね、チェキ多分プレゼント企画になるのかな。ご応募よろしくお願いします。そう、でも東京から帰ったその日に取材行ったのかな、よく覚えてるね。すぐ値段言う、よくないですね本当に。いやマジで、でもあの激安だったんですよ。こんな光るんですよ、びっくりして。なんかもっとちっちゃいんかなとか思ってたら、これ充電タイプなんで電池じゃないんで。何の話してんだろうさっきから。ちょっとリングライトの話で、なんか通販サイトのなんか通販サイトやんマジで。いや往復してないですよ、あの普通に大阪に住んでおります。そういい買い物ですよね。レビューで、確かにレビューランキングだったら1位になれそう。提供ですか、やばい。そうでもマジでそう安く買えたので皆さん買ってほしい。こんなめっちゃ良すぎて。大阪での生活は慣れましたね。もうやっぱちょっと明るいんでこっちに戻しますね。暗いですね。でも最後あの白にするんでちょっと許してください。ちょっと明るすぎて見れない。でもなんかちょっとさ、私これこっちの色にするとめっちゃあの色黒くなった子みたいに見える。あの沖縄とかで4万円、やばめっちゃ高いやん。めっちゃ漏れますね。なんかこれからもっとリングライト使っていっぱい写真ねメールで送っていこうと思ってるんですけど、さっきも撮ったんですよ、めっちゃ漏れます。ちょっとマジで買った方がいい。みんなまなかのたこ焼き嬉しいよね。よし、お、おしゃれだった、ありがとう。つけながら絶対意味ないやん。メンバー側のリングライトどういうことや。確かにメンバー側のリングライト、あ、めちゃくちゃそう、そこから買いたいなって思って買いました。違うやつなんですけど、髪サラサラ、え本当に。そうあの結構全然最初よりちょっと傷んできてるから嬉しいな。嬉しい。いやマジでリングライトめっちゃ天才なんで、ちょっとぜひね皆さん、まあでも使う機会ないかな、そんなに。確かにそんなにないかな。いやちょっとね今日はねメイクを変えたんですよ。もうずっとリハとかだったんで、あのすっぴんでめちゃくちゃ言ってたんですよ。もう汗かくしマスクの中ぐっちゃぐちゃになるし、
そうなんだけど、じゃあ久々にメイクってことで、ちょっといろいろ変えてみました。あ、前髪今日分けてない、最近ちょっと分けてないですね。そう、リハの時毎日すっぴんでてた。もう最近ずっとすっぴんしてた、すっぴんしてた、だってすっぴんで練習してました。あこちゃん、くまさんありがとう。年日入る前に使ってた。どんな色だろう、結構真っ赤だったっけ、全然覚えてない。これも結構赤いんですよ。でも、うん、赤い、あんま分かんないかな。そう、メイクしてもね、あっという間に落ちますね。小さい頃からアイドルが夢、そんなことはないかな。でもアイドル好きだったんで、あの、なんだろう、同じ舞台に立ちたいなとは思ってたから、夢だったのかもしれないですね。小学校 2,3 くらいからアイドル好きだったんで、多分なんか自然に憧れてたんかなと思って、そう多分なんか気づいたら芸能界入りたいなって思ってて、まさかでも大阪に来てアイドルをするとは思ってなかったです最初に好きになったアイドルは、でもきっかけは AKB48 さんか。そこからこう NMB48 ができてかな。でも NMB48 できてから NMB48 をめっちゃ推してたんで、絶対入りたいって思って、でも大阪だなって悩んだ時期もありましたアイドル最高なんかありましたね、それ。あ、なんでやねアイドルだ。初めて買ったシングル、なんだろう、ちょっとどれがあの何番目とかわかんないけど、ポニーテールとシュシュとかは持ってました。フライングゲットとかも持ってたし、結構ありましたね。ね、でもきっかけ大事ですよね、結構。うん人生語ってますね。なんか寒っポニーシュシュ、ポニーテール全然できないんですけど、高さこの辺で結びたいツインテールで。どのグループ、あれです、ミックスジュースです。似合いそうだって。本当に喉やばいよね。もう多分なんかあのあの気合い入れて俺らから歌いすぎたら、なんか俺らの時点でもうガラガラになってて、やばいやばいやばいと思って、人生いろいろ、わかんない、なんだろう。 AKB は受けてないです。ほっちゃんありがとう。くまさん、まゆゆさんめっちゃハマりましたね。私もハマりました。ツインテールやばいですよね。お、ロンティのしんいちありがとう。みんな VR で見てるんですか ?DMM ですか ?VR の方、自分の身長よりこう低いので、
私しゃがんでこうなんかポーズしてました。で最高とかでめちゃくちゃ私 VR 映ってたかな、めっちゃやってた気がするけど。今日の服のサイズこれ XL 着てます今。結構だから半袖だけど大きめですね。ぬるスプレー DMM か。そうめっちゃポーズしてた。髪の毛長い方がいいんかな。でも地元の子とかにも伸ばすのって聞かれて、昇格したら伸ばそうかななんて話とかもしてるけど、いやミヨンさんもうね、え、なんだろう、ミヨンさんめちゃくちゃ何の話で盛り上がったんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あ言えない話だった、あ面白い話で盛り上がりました。吉田麗柳の衣装めっちゃ可愛い、韓国の衣装みたいですね。ドントルックの足蹴り、あ、めっちゃ あれはねめっちゃ練習しましたね。でもまだまだなんでね、全然ね、スタリアナギの衣装めっちゃいいよね。ケイトさんの衣装着たいな。そう、アイズワンっぽいめっちゃ思った。私も今日の夜また DMM 見る。まだ全部見切ってなくて、宿題が終わらなすぎて奮闘してましたね今日は。ここ天のそう衣装着て大雨に送ったんですよ、全身写真を2枚。めっちゃ足長く見えましたよね。もう加工かと勘違いされましたもん。アイカの撮り方うますぎタグは取らないです、私はあんまり撮りたくないです。でも私ずっと着たかったあのオープニングの衣装が着れて嬉しかったです。あのドントルックバックの衣装の上に着たやつです。ね、ここでの衣装めっちゃ可愛いよね、あの色なんです私は。あ、何倍の衣装か、やった、似合ってるって、ありがとう。なんか ああいう系似合うかめっちゃ心配だったんですけど、生きてるくねと思って。シンゴ、このギフトなんだろう、ありがとう、スイカみたいなギフトや。そう、怪獣の衣装だと思ってた、あれ、あ、違う、怪獣の衣装はあれね、あのココテンのやつです。ミルさんの、ミルさんのなのかな。誰だろう、なんかいろいろあったんですよね。磯さんかミルさんです、ちょっと忘れました。いや、ちょっとコハタンといえばね、アンコール発動めっちゃ可愛いですね。なんですかあれ、やばいですよね、可愛い。なんだっけ、オーリサッカコハルですみたいな。可愛い、練習してんの見てて写真撮ってるんですよ、やばいですよねコハタン、可愛い。
そうアミルさんが作ったって聞いてすごいと思ってね。でもコハタンがね出演できてめっちゃいいですね。あのキャラが活かせてますね。なんかアンコールハニャーって言ってて、やってるわーと思ってDMM 見てめっちゃ爆笑してた。そう、私が自主練行った時に、あの期間ずっと自主練行ってたんですけど、なんか劇場にいてえってなって待ってって思って、なんでいるんってなって、私がご飯買ってご飯食べてからやろうと思って、他の人でなんか他の人待ってたんですよ。ミュウとジオン待ってて、そしたらコハタンがいて、あれ今から研究生公演始まるっけっていう話をしました7期生大集合してました。アンジュとかもいましたね。ね、金子さんが写真撮ってくださったのがインスタグラムに上がってるそうなんですが、綺麗に写ってましたけど髪の毛がこんなになってましたでもワンショット一人のやつ載せてくれてたんでめっちゃ嬉しかった。そうマイティマジ尊敬しますね。もうすごいとしか言えません私は。見たって嬉しい。パッパッパー地下模様、地下茂さん生誕ティーありがとうございます。地下茂さんがくださった。配信何時までですか？配信はもうすぐ終わります レッスン、あ、でもカメラに向かっていろいろしてました。撮られてたかな。撮るのうまいですね。でも私全然写真の撮るセンスあんまないんで、すごいなと思って。違いますのなんか発注がちょっと間に合ってなかったらしくて、そもうすぐねランキングで50分から始めたんで、そんくらいに終わろうかなって感じです。道頓堀ね、そうマイティと同じペアだったんですけど、なんかマイティは結構裏声で歌う子なのかな。私は結構最近は昔裏声ですごい歌ってたんですけど、マイティすごい綺麗な歌声してるんですけど、最近なんかめっちゃ地声で歌っちゃうからなんか合うかなって思ってたんですけど、なんか音程とかもなんかずれないようになんかめっちゃ合わせてくれてて、なんかそういうところもすごいなと思ってちょっと尊敬してます。そう本番終わってからなんかゲネの時にちょっとずれてて、そうでもあの本番の時に会ったねって言ったら、前合わせれたって言ってて、合わせてくれたんやと思って、その優しさがね染みました一番本番が声出た気がする。そう前は裏声だったんですけど、最近はね高い声出せるようになったんで地声使ってます今はもうガラガラです。マイティブログいつもブログ読んでよって言ってくれます。でもマイティが来てくれて安心したってやつを何回も言ってくるんで、ちょっともう一生書かないようにしようかと思ってふふ成長ですね。これもじゅんじゅんゆうじありがとう。ハート、あ、この間マイティのショールーム覗いたら私の自己紹介が好きとか言ってて、ちょうど開いた時に言ってて、え、なんで私の話してんのと思ってびっくりした。
ブログコメント見てるよ、マジで見てる。48件ぐらい来てました。ありがとうございます。皆さん全部見てます。やっぱその日のこととかは早く聞きたいんで、見てくれてるんだと思って嬉しい。マイティと相思相愛、相思相愛。そう、なんかマイティがなんだっけ、アイカとアイマイっていうなんかコンビ名みたいなのがあるらしくて、アイマイあるんだみたいなこと言ってたら、なんかマイとモモカは何って聞いてきて、かわいいと思って、なんか作ろうと思って、ぜひ皆さん考えてください候補。そう、マイティがね、かわいいんですよ。たまにはね、たまにはかわいいんですよ。マイモモ、あれ普通だね、普通にシンプルでいいですね。ピーチティはリカティさんに怒られちゃう確かにピーチティ、おお、マイティに聞いてみよう。モッティ、モッティなんか言ったら、なんかなんて言ってたんだっけ、なんかウッディみたいって言われたそう、なんか考えますね、また。マイティね、公演の合間合間いっぱい喋れた。実はあれだもん、加入して一番仲良しだったもん。マイティは私のもんだぞ、イエーイ。マジでマジでね、マジで仲良し。リカティさんの前、リカティさん最近めっちゃ話してます。よいしょ。マイティ屋敷、屋敷確かに可愛い。いや、ほぼね、ナナキと仲いいよ。ほぼってか全員仲良くない？仲悪い子はいません。あ、服装発表忘れてたそろそろね、服装発表をしていきたいと思います。イエーイ。はい、あの、はい、そうですね、めっちゃ忘れてました。はい、あのまだ日程はあの次のブログで発表しようと思ってて、まだ日程が決まってないんですけど、あ、日程決めようかな。初日にする。私がずっとあのしたいかったんですけど、あのコスプレじゃなく現役のあの制服を着たいなって思ってます。イエーイ。あの学校のとかじゃなくって、普通にネクタイとかは買うのでそう、制服ショップで買って、ちゃんと高校生なリアルな、そう、制服にしようかなって思ってます。なんかせっかくなんだよね、コスプレの制服じゃなくて本物の制服を着て皆さんに会いたいと思います。リボンかネクタイで迷ってるんですよ。ちょっとね、迷ってますね今。そう、みんな楽しみやって嬉しい。初日制服にしよっかなって思ってます。また変更があったらブログで言うんですけど、髪型もちょっといろいろ考えてるんですよ。そう、
ツインテール、いろいろ考えてるんですよ。そう、リボンかネクタイでまたアンケート取るので、モバメの方でアンケート取らせていただきますので、ぜひモバメで教えてください。今日のモバメでもし忘れていたら皆さん書いてください忘れてるよと そう、お願いします。それではランキング読んできます。13位、ラブウェイさん、ありがとう。ラブラブ、ありがとう。12位、ほっちゃん、ありがとう。くまさん、ありがとう。11位、おやまさん、ありがとう。お話し会楽しみにしてます。10位、じゅんじゅん、じゅんじゅんって言っちゃった、間違えたありがとう、じゅんじゅん。9位、あごちゃん、ありがとうにこ。8位、しまっとに、ありがとう。今日ショールーム来るって書いてあったから、よかった、来てくれてありがとう。6位、かずくん、かずくん、ありがとう。かずくん、もっちゃんってなんか名前2個あるみたい5位、かべさん、ありがとう。ちゃんかべ、ちゃんかべ、ありがとう4位、しんご、ありがとう。あのギフト何なんやろ、スイカみたいなギフトだった、ありがとう。3位、リーダー、ありがとう。またスイーツ食べるね2位、カリコ、カリコ、ありがとう。いつも来てくれて、この3位多分今までで一番うまいと思うんで直接渡したいところなんですけど、え、うまくない、やばくないありがとう。1位、カフェオレ、ありがとう。いつも1位や、ありがとう、大切にしますって、ありがとう、嬉しい。めっちゃうまいもんだって多分。そう、話し会楽しみにしてます。明日の12時までだったかな、なのでぜひ初日が制服になります、もう決定しますねもう悩むのあれなので、1日目は制服にしたいと思います。なのでぜひね、制服姿でリボンかネクタイかお楽しみで、はい、初日楽しみにしてます。そう、明日までかな。あ、ランダム忘れていました。あ、またアプリで忘れた、どうしよう。じゃあ何にしよっかな。17、ラッキーセブンが入ってるんで17にします。17、たくまくん、ありがとう。たくまくん、ありがとうございます。お、え、お、え、え制服着てくれるんだって、嬉しい。みんな制服着て会いましょう全然大丈夫ですけど、ありがとうございます。昨日の公演も見てくださった皆さん、ありがとうございます。え、もうすぐ5000人だった、全然もうすぐじゃないんですけど、4500人くらいの方ありがとうございます。また見てください、バイバーイ、おやすみなさい。バイバイ、おやすみ、また見てね。